Bonjour! Online France 語学校 Ensemble en français 講師のヴァネーサです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。突検やデルフの試験の前って心配ですよね。そんな時、大丈夫だよ。なんとかなるよ。とフランス語では何と言えばいいんでしょうか。サヴァアレ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 。直訳すると、それは行くだろうですが、あれには元気だや順調だという意味もあるので、全体で大丈夫だよという意味になります。関西弁でも大丈夫のことを行けると言いますので、同じですね。行ける、行ける、ça va aller と覚えましょう。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!